大関君と割れたのは、まず、天下一武道会ね、あれね、250番の、で、そこに、だっけ、森ちゃん TV っていう、浜根の元総長だから、なんだかの人がいて、それとやるつもりだったらしいね。やる予定だったらしいんだよね。最初ね。で、やる予定で、知らないって言ってたじゃん。最初、ね、やるはずだったんだよ。もともと。大関くんと、その森ちゃん TV っていう、今 YouTube やってんのかな？俺も言って概要に貼ったけど。そうやるはずだったの。まあ、その件がもう俺的にもアウトだったもん。やれいいじゃんって感じだったんだよね。俺には逃げてるようにしか見えなかったからね。あれは。だってさ、知ってんだからさ。で、250番も出してたでしょ？ LINE かなんか。それで知らねえおかしいだろっていう話してたじゃん。そういうとこあるかも、彼は。で、物事をちょっと大げさに言うところがあるからね。あんまりね、そういうなんか、イサム君に対してもそうだわ。いろいろね、大げさに言うところがあるから、あんまりね、そういう大げさなこと言わなきゃいい方がいいよっていう意味も兼ねてね、今も放送してんだけど、で、しかもね、なんでこういう風に割れたかって言ったら、もう今日だけじゃないんだよ。実際、上野さんとかもいるでしょ、上野さん。上野さんも最初、喧嘩から始まってるからね、あれ。大関くんと、あいつ腹黒いっつって。で、その喧嘩が始まってるから。で、俺のところにも、すごいたくさん来てるの。大関くんのことで。で、もう見せてもらったよ、その DM のね、やりとりとかも。全部見せてもらったりして、で、もう、ここで言うけど、キャビンさんも、ね、もともと、ご近所でやってた人間もそう。みんなそうなんだ。だからそれがなんでかって言ったら、やっぱり、ね、裏で、変なことやってんのよ。だから離れてくる人が。逆に俺はもう離れてないからね。人とは仲が合ってくからさ。だから、なんていうのかな、人を駒に使うような感じだから。それはあんま良くないよっていう感じは結構前からあったの。とりあえず俺は、大関慎吾とこれから仲良くすることは一切ないから。実際ね。俺がツイッターに上げたことが全て。彼はね、裏でこそこそやる人間だっていうことも俺も分かってるから、そういうのね。だそういうのもたまに、もう積もって、俺は言っただけだからね。その、6個の、なんかあげたでしょ、動画。あれって、俺の皮肉だから。俺と上野さんへの皮肉だからね、あれ。だからそういうのもあって、だったら、正面から、俺に来いよって感じだからね。俺の名前出して、ね、上野さんの名前出して、直接来いよっていう話だからさ。ね、そんなことできねえんだったら、裏でこそこそやってんじゃねえよ、この野郎って俺になっちゃうからさ。裏でいろいろね、嫌いな人間とかっていうのをね、聞いてるからさ、いっぱいね、たくさんね。だから、そういうのをいろいろ聞いて、もう割れてるんだよ、みんなね。だからそこは、やっぱり俺も、春に抱えたもんがあったから、しっかり本人に伝えたよ、それ。俺はね。俺はしっかり本人に伝えたけど、本人からは何の連絡もねえ。本人から何の連絡もねえから、もうそのままそれで終わり。最初から言ってるように、あいつとは俺はもう付き合いないから。